ご注意ください。良い意味ですが、この話は驚くべき内容となっております。高橋真司先生を信じない方、スピリチュアリズムを信じない方、また、既存宗教のみを信じている方は、ご視聴されない方が賢明です。男女の保について、 お伝えいたします。男女の方というと、だいたい内容が検討つきますかいえ、全く知らない本当の方を初めてお話しするのです。人間だけでなく、あらゆる動物、植物に男女の区別があります。どうして男性と女性は分けられているのでしょう 今まで地球の人々には男性と女性の根源的な説明がなされなかったのはそれを知る以前に学ぶべきことがあったからなのです神の子人間として必要なことを学んでからそれらのことを明かす必要があったのです魂は最初 男女一体のものとして作られました。その後に男性と女性に分かれたのです。神が魂を男性と女性に分けたのは、それぞれの魂が成長するために努力してほしいと思ったからです。男性は用、女性は陰の役割があります。陰と陽、それぞれの役割を果たす中で、 自分自身を知り相手を知りなさいと神はおっしゃいます。そして神の作ったこの世界を美しく彩ってほしいと。人生の重要な課題は本来の魂のパートナーと出会うことです。人間のすべてに魂のパートナーがいます。 男性として、女性として、成長するために努力することは、魂のパートナーと出会う旅でもあるのです。長い間、離れていた魂が出会うまでの道のりが、魂にとってはとても大切なのです。魂が経験を積んで、ある程度の境界にならないと、魂のパートナーに出会うことはできません。 魂のパートナーと出会うと、他の異性のことは目に入らなくなります。他の異性と共にいても、自分の本来のパートナー以外といることなど考えられなくなります。しかし、お互いが未熟な段階で出会っても、それはわかりません。魂の経験を積んで、ある程度の段階になってから、出会うことが重要なのです。 魂のののパーートナーとは、例えば、個のリンゴを2つに割ったようなものです。だからその相手以外はパートナーではないのです本来のパートナーと出会うことは自分自身を知ることでもあるのです一個のリンゴに戻った時自分自身がもともとどんな願いを込めて神に作られたのかがはっきり認識できるように なるのです地球ができる前から月が地球から出ることは決まっていました地球自体にも陰と陽があります太陽が陽とすれば月は陰です太陽は太陽系ファミリーに熱と光の活動エネルギーを送ります他に与える愛そのものです 男性を体現しているのが太陽です。それは聖アントニウスという心霊の役割です。それに対し月は太陽のエネルギーを受け止める役でセレニティという聖アントニウスのパートナーが担当しています。月は陽からのエネルギーを受ける因で女性を表しています。 もともと地球は太陽系の惑星の中で多くの生命を育む惑星として生まれました。生命を育むためにはたくさんの愛のエネルギーが必要なのです。陰陽の間で循環することで愛のエネルギーは役割を果たします。地球にはテラという男性霊とガイアという女性霊が宿っています。 テラとガイアの間で愛のエネルギーを循環させることで多くの生命を生かし育むのです。陽である太陽からのエネルギーは地球の陰であるガイアが受け止めます。また太陽から月を経由してもエネルギーが与えられているのが地球です。陰である月からのエネルギーは地球の陽であるテラが受け取るのです。 そのように循環しているのです。地球は陰陽それぞれの役割を学ぶための惑星でもあるのです。オーム宇宙も男性霊だけで作られたわけではありません。オームというのは男性霊と女性霊が一体となっているのです。陰陽の間でエネルギーが循環することによりビッグバンが起こり、 大宇宙が始まったのです。本当なのです。陰陽の間でエネルギーが循環しないと生命の活動は始まらないのです。愛はエネルギーです。陰と陽の間で循環することにより愛はエネルギーとして活動を始めるのです。知ってください。大宇宙のすべての活動が ののエネルギー循環でで成り立っているのです。地球のあらゆる生命もテラのエネルギーだけでは活動できないのですガイアがあってこそ活動できるのですガイアの命は水の中に宿ります地球は陸よりも海の割合が多い惑星ですそれもより多くの生命を生かしたいという 地球心霊たちの思いがあるからなのです。地球が次のステップに進む前に、月の女神であるセルニティから、ビーナスの方が降ろされることが地球誕生の時から約束されていました。ビーナスの方とは女性の方です。男性の方である太陽の方が聖アントニウスから明かされる時、 ビーナスの方が降ろされるのです。それがセレニティと地球心霊との間の約束だったのです。地球の女性霊たちはその方を受け止め、自らの生き方の指針とすることを予定されていたのです。陽の意識はエネルギーを外に向かって発散します。一方、陰の意識は 陽からのエネルギーを受け止め、自らの中でそのエネルギーを変換する能力を本来持っているのです。それが女性の基本なのです。はじめに魂がある一定の境界になると自分の魂のパートナーがわかるとお伝えしましたが、曖昧な表現だったことをお許しください。 正直に言うと、ほとんどの惑星で、ほぼ、九次元レベルになれば、それがわかるのです。はっきりします。なんだ、九次元レベルにならないとわからないのかとがっかりしないでください。魂は永遠です。家庭を楽しむことも大切なのです。地球には現在10人の九次元霊がいます。 地球くじげん霊界には女性はいません。地球でくじげん霊になった魂はまだいないのです。くじげん霊としての魂経験を積み、魂のエネルギー自体が大きくなると、くじげんを卒業することになります。その場合、惑星意識として地球のように惑星に入って、 その惑星を担当しながら、新たな魂経験の段階に入ります。ただし、女性、男性霊だけで入るわけではありません。自分のパートナーの女性霊と共に入るのです。共にその惑星の天地創造を行うのです。男性霊だけでは想像力を十分発揮することはできないのです。 だから地球にもテラとガイアの二人が入っているのです。地球九次元例の中では、エルランティは破格的なエネルギーを持っています。もう惑星意識に慣れる力を持っているにもかかわらず、人間が好きで好きでたまらず、一人でも多くの地球の人々を救いたいという救世の情熱が 衰えることはないのですそのためにいまだに人格例として9次元にとどまっています惑星意識としての経験を積んだ後は構成意識となります太陽では聖アントニウスがいます惑星意識は自分の体で多くの者たちを生かし育みます構成意識になると 自ら燃えながら熱や光を発散するとともに活動エネルギーを送り続けるという役割になります。自らの家族である太陽系の惑星たちに無条件で活動エネルギーを与えることが聖アントニウスの魂修行なのです。聖アントニウスのパートナーであるセルニティのエネルギーの一部は 月に宿りますが、ほとんどは太陽の中で、聖アントニウスと共に仕事をしています。人格例の最終段階としての九次元で、自らのパートナーが明かされ、その後はパートナーと一体となりながら、仕事をするということになります。構成意識の先は銀河意識。 というように、神へと向かう無限の旅を続けるのが私たちの魂なのです。永遠の魂の歴史から見たら、女性と男性が別々になっている方が短いと言えるでしょう。その時までに男性と女性を十分に学んでおきなさいという、オウム心霊の心があるのです。 エルランティの提案により地球天上界でパイトロンという巨大な神のエネルギー増幅装置が作られましたエルランティは神に許可された魂の核だったのです9次元例でも皆が新たな魂の創造ができるものではないのですパイトロンを使って一人の魂から本体1と分身5つまり 6体で1つの魂グループを作りました。それは4つの種類がありました。本体が男で分身が全員男の場合。本体が女で分身が全員女5人の場合。本体が男で分身が男2人、女3人の場合。本体が女で分身が 女2人男3人の場合です6人で1つの魂グループは必ずこの4種類のどれかになります地球の人々は今でもこれらのどれかのタイプになっています疑問が浮かぶかもしれませんパイトロンによって新たに作られた魂たちの パートナーはどうなっているのだろうかと。大丈夫なのです。心配いりません。元々の魂のパートナーに対しても、バイトロンで同じように本体1、分身5の処置がなされたのです。すべての男性霊と女性霊がパートナーになっているのです。例えば、あなたが本体を男、 分身男・男二人女三人の魂グループなら遠い未来あなたが出会うべき魂のパートナーは本体女分身女二人男三人の魂グループなのですさて多くの場合生まれる前に結婚の相手を決めてから 地上に出てくるのが一般的です。人によりますが結婚相手を1から3候補まで決めてきます第1候補と結婚できなかったとしても第2候補というように地上の人生で出会えるように条件を設定しますもちろん皆ん相手の了承を得てから地上に来るのです運悪く出会えなかったり 出会っても気づかなかったり結婚できない場合もあります。守護霊は結婚させようと努力しますがダメな時もあります。仕方がありません。地上の人間には自由意志が認められているのです。本来のパートナー、魂のパートナーは人間が決めたものではありません。 元々神から作られ、別れた魂のパートナーがいるのです。その相手を見つける努力をすることです。そのために、男性として、女性として、懸命に努力しながら、自らの個性を最大限に発揮することです。その過程で一定のレベルに達したとき、自らの魂のパートナーと出会うのです。 努力なくしてパートナーと出会うことはできません。魂の進化発展のために、神はなんとロマンチックな設定をされたことか。注意してください。本来の魂のパートナーが見つかるまで結婚すべきでないとお伝えしておりません。相手が本来のパートナーでなくても、 結婚してみるべきです。結婚して様々な経験をするべきです。一人でいるより二人で暮らしてみるべきです。一人では見えなかったものが見えてくるのです。結婚相手は自分の姿を映す鏡のようなものです。男性は男性として、女性は女性として、魂の成長が可能になります。 相手を通して自分の魂の個性と向き合うことになるからです。結婚するしないは自由です。でも結婚することをお勧めします。失敗しても良いではないですか。何もしないでいるより何かをして失敗し学びを得る人生を選ぶべきです。 異性と出会うことに臆病になってはいけません。何度でも言わせてください。魂は永遠です。失敗しても学び、そこから成長すればよいのです。神はそれを望まれているのです。何度も何度も地上に生まれて、異性との生活を続ける中に、男性は男性として、 女性は女性として次第に自分自身を深く知るようになります。そしてそのうちに本来のパートナーと出会うことになります。確信し、はっきり魂のパートナーだとわかるのはく次元になった後の魂です。しかし、しかし、厳しい地上の世界でそれまでの人生を懸命に生きていると 本来のパートナーと出会ったとき、相手が自分の魂のパートナーであると気づくことがあるのです。人生を無駄に暮らしている人には気づくことはできません。ですから、それまでの人生を大切にしてほしいのです。男性と女性、共に生活しながら、魂としての本来の役割を果たすように作られたのです。 神はもともと一体だった魂を男女に分け、男性と女性、それぞれを学びながら、遠く長い旅路の果てに出会わせるという、なんとロマンティックなことを考えられたことでしょう。その過程を大切にしてください。その過程を楽しみながら歩んでください。 今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。失礼します。